はい、来い。穏やかになったっす。はい、今現在自主練習ということですが、どんなテーマを持って練習に取り組んでいますか？そうですね、開幕の予定もまだはっきりとは決まってないので、しっかり練習に集中して、調整というよりは基本的なところからトレーニングだったりもしっかりやってます。今家での時間が増えたと思いますけども、どのようにして家で過ごしていますか？もしストレス解消法などもあれば。そうですね、いつも以上に時間があるってことで、今まで録画してたテレビだったり、見たかった映画だったりが、しっかり見れてるので、充実した時間を過ごせてます。ちなみにですが、最近見た映画とかありますか？最近はなんかペーパーハウスっていう、多分ドラマになるんですけど、なんか強盗のドキドキするやつ見ました。今だから聴いてほしい曲、読んでほしい本などはありますか？そうですね、僕自身もまだあまり本を読まないので、こういう機会に本を読めるようになりたいなとは思ってます。あればで構いませんので、室内でできるおすすめのトレーニングや練習方法などありますか？そうですね、あまり難しいのもしても続かないと思うので、本当に基本的なストレッチを、少しずつでも継続できたらすごい効果がすぐ出るので、ぜひやってほしいと思います。ファンの皆さんも開幕がすごく楽しみだと、思いますので、僕自身もしっかりトレーニングを頑張って、開幕の時には最高のパフォーマンスを見せれるように、頑張ります。応援よろしくお願いします。